養蔵の芸術。今日は漢詩と書。秋まさにふかし、秋まさにふかし。変唱小生トーク前山秋まさにふかし。高く低く少々響き、友を携え鳥林に帰る。変唱というのは夕焼けの中に小声遠く、鐘の声が音が遠く聞こえ、前山秋まさにふかし、まさに秋である。高く低く少々響き、木彫りの声が響き、友を携えて友と一緒に鳥は林に帰る。そういう歌である。次、三月、山月ということ。三月、涙あり三光のもと、清々三月清し、君を思い一人出せば、さつさつ窓を打つ声。三月というのは、まあ山にかかる月。涙あり三光のもと、真夜中の十二時涙が出る。清々三月魚子。生というのは、これはまあ、まあ厳しいとかいうふうな意味やけれども、まあまあ普通の厳しいというよりはちょっとうまいこと言えんけれど、三月は清い。君を思い一人座れば出せば、さつさつというのは風の音、さつさつと吹く風の様子、窓を打つ音がする。次は中秋の月。万里中秋の月、清涼即色なく、人を思う都市十六、いかんともせんなし、涙金を潤す。万里というのは、まあ里は距離、一里二里の里である。万里、この場合の里は670メートル、それでも万がつくから、要するにもうどこもここも中秋の月ということ。清涼即色なく、その厳しい涼しさの中で秋の虫が鳴く。即色、人を思う都市十六、人を思う都市十六の乙女、いかんともせんなし、涙金を潤す。金というのは襟、涙が流れて、まあ襟が濡れると潤す。
次は春巡る、春巡る、雪解け春巡り大人う。新王、今年生まれたウグイスが竹を隔てて鳴く、竹の向こうで鳴く。江南天くるる早く、江南は天がくれるのは早く。花は開き、あんこうひそかに香る、花の香りが美しい。春めぐると書いている。雪解け春めぐり大人う。信号竹を隔てて鳴く。江南天くるる早く、花は開きあんこうよし。はい、これは楽という字、楽しむという字やな。陽流草香さえずり、効果よいよ書いてゆく。家庭春4月、ようよう母園横たう。この上の大きな字は楽、楽しむという字。陽流柳が青々とし、草香ウグイスがさえずる。校歌よいよ凍てゆく、高らかに歌を歌いながら酔っ払っていく。花の包みは春4月、ようようとして母園というのは霞がかかる。次はもむという字である。猥欲これ宣教、精神無一人。風は揺らぎ両万国、人実そぞろに人を思う。これは猥欲、まあみすぼらしい家ということであるが、私の住む猥欲はこれ仙境、仙人の住むところである。自分の家が一番いいと言っている。たとえ貧しいみすぼらしい家でも、精神清らかな朝は無一人、塵一つないということは、清らかで、あくまで清らかである。風は揺らぎ両万国、風が吹いて涼しさがいっぱいである。万というのはたくさん、国は量の単位。人実一日中そぞろに人を思うと言ってる。まあそぞろに言う言葉も最近はなくなったな。そういえばそぞろにしきりと人を思う。次、夢という字。夢、
夢、十八少年の夢、新春日いずるはじめ、洋々天下の志、万と俗人そなり。十八少年の夢、これはもちろん新春に歌う歌である。十八少年の夢、新春日いずるはじめ時、洋々たる、まあ要は広い天下の志を持って、万と体中俗人、まあ、ちっぽけなありふれた考え方がそなりないということを言っている、ほとんどないということを言っている。まあそういうこの詩はちょっと以前に作った詩であるが、昭和今日書いたところの書である。そういうことで今日の、漢詩と昭和の紹介は終わります。夢を見ようね。